WTT コンテンダーリマより小さい7月31日から8日6日、ペルー8月5日、女子シングルス準決勝で木原美優、木下グループ、世界ランク27位、ラセーチ、ルーマニア、同16位、にゲームカウント2対3で敗れた。ライブ配信、WTT コンテンダーリマ7月31日、月曜日から8月6日、日曜日開催、結果速報。 トーナメント表準々決勝では同じシェイク一室速攻型で世界7位の伊藤美誠、スターツを破った木原。相手は6月のヨーロッパ競技大会を制した聖地だ。1ゲーム目は速攻型の木原がラリーに持ち込まれる展開が多く、第1ゲームは8-11で選手される。だが2ゲーム目は対応し、前半で大きくリードして11対4で奪い返す。 次は聖地に2対7とリードされるも、木原が猛追で追いつく。粘り強い量ハンドにカット性のショート、ロングを混ぜ込む聖地だが、木原が18から16でダッシュ。だが4ゲーム目は1点、大量リードを逆転で11から13で取られる。最終第5ゲームも聖地が躍動。ラケットを振り下ろすサーブにも木原のレシーブミスが出て、5の11で落として敗れた。 最後に残っていた木原が敗退し、日本勢の男女シングルスはベスト4で姿を消した。より小さい WTT コンテンダーリマ女子シングルス準決勝、木原美優2の賛成地、ルーマニア。